こんばんは。寒いっす。ワンナップゴルフ平井弘明でございます。寒いけどさ、はい、札幌の練習だから。そうね、札幌の人に比べたらね、そうぬるま湯ですよね、まだ。寒さの練習ですよ、ね。練習。そう、もうこんな耐えらんない。そう、俺これ下4枚だよ。4枚。4ってどうやって履くの？ヒートテック2枚でしょ。2枚。裏肝付きのスウェット1枚と。うん、裏肝付きのシャカパンだから。それさ、最後のシャカパンもさ、うん、裏肝の意味ない。肌に触ってないから、はい、気分あったかそうだなって。そうなんだけど、何が大変だ。屈伸が大変だから。膝いっちゃうんじゃねえかっつって。ってことは打つ気がないってことですね。よく思う。あの、打たないチャンネルなんで。そう、だけど、うん、ネタは真面目だね。あ、そうなの、うん、結構悩んでる人いるんじゃないかなと思って。何？平井弘明の。ワンナップゴルフ。右腕と右肩の突っ張り。突っ張り？で、うん、なぜそう起こるかっていうと、うん、シャットに上げるのが流行ってるんだよ。流行りって言っちゃったのに。なんで？なんかね、うん、こうやって上げるのが流行ってる。はいはいはい。で、こうやって上げる人が多いの。だけど、こうやって上げる上げ方が間違ってるの。これやること自体はいいのよ。うん、やり方。右腕がシャットに上げるのに右腕畳まなかったら、うん、こうやってなるでしょ。あ、そうだね。そのまんまに放置してる人が多いの。当たんないよね。シャットに上げるのって、うん、右肘を畳んでシャットに上げるの、うん、こうやって、はい、こう曲げるってこと。そう、うん、ね、イメージが右腕伸びる方がシャットに上がりやすいっていうイメージがあるから、そうやっちゃうっていう人もいるの、うん、こうやって上げるから、こうやって、はい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 、もうこっから上げられないでしょ、うんうんうん、でこうやってなった。え、なるほどね。そう、こういうバッティングじゃん。こういう、あ、だからトップで、トップでさ、普通ヘッドってこっち行くじゃん。そうだね、向こうってこうやって。はいはいはい。これじゃ当たんないよ。シャットが当たんないんじゃなくて、シャットのやり方が間違ってて当たんない。あ、え、そもそもシャットに上げるとどんな効果があるの？俺わかんない。あ、やんないんだ。やんない。じゃあ、やんなくていいことってことだよね。嫌いがやんないんだって。やんなくてもナイスショットは 120% 出るんだけど、うん、流行りなのか何か、もちろんなんか理由はあるはずよね。うん、こんだけいるってことは。あ、うん、で、こう上げて、こう戻すんだよね。それなんだ、うん。それのスタートなんだ。そう。スタート。なるほどね。うん、そうやって下ろしてくるときの、うん、スタートがそうなるわけだ。そう。で、あと、今のが肩と腕が突っ張っちゃう。こうなっちゃう。うん、まず原因1ね、うん。もう一つあって、ループを書くとするじゃない、うん。こうやって貼って。うん、ループ書いたら、うん、こうやってやるのね。はいはいはい。右腕を、はいはい。もちろんこのままじゃループ書けないじゃん。うん、こうやってやるの。うん、そうすると、クラブが、相当大回りするわけ、うん、それでプレーンに戻れなくてノーショットが打てない。この2パターンが圧倒的に多いわけ。このシャットに上げてループを書いてナイスショットが打てないっていう。だからアッパーの方はほとんどいないから、この動画自体意味ないんだけど。そうだけど、ネタがないとかじゃなくて、俺が耐えらんなくて。あ、もう耐えらんない。耐えらんない。見てて。そんな多い？めっちゃ多い。そう。うん。シャットに上げてんだけど、シャットには右腕を突っ張って上げてんの。もうね、全然知らない人でも、ちょ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 って言いたくなっちゃうぐらい。だから、クラブ持たなかったら、うん、こうやって上げるわけよ。うん。それにシャットに上げてみてってことなのよ。こうやって。うん。で、こうやって上げるの。うん。で、こうやって降りてきたら、うん。極小のループでめちゃくちゃ難所立てるわけ。はい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 。それが、もう、かけゃいいんだろうみたいな。ああ。こっちに上げて、こっちに下ろして、こういう感じで、こうやって打つから、うん、
こういう球も出たり、うん、それその噛んだりしちゃうわけ。要はナイスが出る。いや、すげえ大変そうな動きだね。大変だよ。めっちゃくちゃ大変。ね、うん、すごい大変だから、だから、度合いを少し緩めたり、うんうん、やらなかったり、うんまあ、そっち方向にこうどんどん移行していった方が、うん、一旦ゴルフは優しくなると思うんだよね。うんうん、だから、ちょっとこう度合いを少なくしてみて、うん、で、まあ、シャットに上げるんだったら、右肘をこう突っ張る時間を少なくした方がいい。もちろん最初はこうやって上がっていいんだけど、うんうん、こっからすぐこうやってやんないと、うん、もうトップに行けないから。あこうやってなっちゃう。こうやって。あうん、こうやってね。こうやってやっ、こうやってやってあげないと。こう。こう。これ今絶対腕しか動いてないじゃん。うん。この状態で、うん、こうシャットに上がって、はい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 、これ完璧だよ、うん。で、こっから、こうやって下ろしてみた。そしたら、体だったり腕っていうのは、あんまりいつもと変わんないわけよ。うん、クラブだけ、うん、こうやって下りてるだけだ。体をこうやってやっちゃったら、そもそも自分のスイングを壊しちゃうから、うんうん、すごい危険なことだ。だから、シャットの右腕違いが起こってるのね。それなんでどうしても言いたくてね、この動画撮りたかった。でもそれそもそもはやっぱりそのループ勝ちたいからそうやってあげるっていう関係性なのかな。そうだね。俺が中学校の時そうだった。そうだよね。それはそうだ。めっちゃやばいから。やっぱシャットに上げてたの。うん。グリップから上げるから。グリップエンドからバックスイング上げてたの。へぇー。草壁さんはそうやって打ってるものだと思ってるからね。思い込みだけど。あ、でも草壁さんは違ったの。草壁さんは右手の甲から上げる。こうやって。あ、はい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 。あれでフェードが出る原理が分かんなかった。俺はドローしか打てなかったのね。で、うん、ロイヤルメドウのジュニアキャンプ、うん、青山かおりさんっていうプロが来て、うん、青山さんに、うん、あの師匠草壁正治さんって書くんだ。こうプロフィールに書いて。草壁さんに習ってただけあってめちゃくちゃループがいいって言ってた。はいって言ってた。平井少年は。そう。ループ書いてるつもりはないんですけど、つって。俺その時、初めてに等しいぐらい自分のスイングを見た。その合宿でその。撮ってもらった。その、後ろと前からね。撮ってもらって、うん、夜のミーティングで、うん、そのみんなで見るわけ。見るの。一人ずつ、うん、の時に自分のスイング見た時にどう思ったの？俺じゃねえと思った。マジ？俺はこうやってあげてつもり。そっから自分の意志と現実の動きが一致しないんだなって初めて分かった。それまでね、中学校小学校体育とか中学校の体育とか。スポーツやるじゃん。うん、の時に、自分の思い通りに動けてるつもりでうまくいってたから、いろいろとね、うん。ゴルフだけはそうじゃないんだなと思った。へ野球のバット素振りするのも、うんうん、ピッチャーの球投げるのも、うん、自分の想像してた、うん、こんな感じだろうなっていうのと、うん、ほぼほぼ一致してた。うん、ゴルフだけ、正反対もいいとこ。もう本当にこうやって上げて、こうやって下ろしてるつもりが、うん、こうやって開けて、こうやって下りてる。これはゴルフはただもんじゃねえなと思った。自分でそうしてるつもりはなかったんだ。なかった。ジェフの俺のスイング見た第一声が、うん、OMG。お前こと。そう。それでよくお前は、あんだけ同じドローボールをずっと打ち続けられる。俺は褒めてると思ってたから。でもそのスイングでさ、うん、インターハイ出てたわけじゃん、レギュラーで。出てた。でもその時にあれ、余裕で72とかは切ってたの？1年生は74、76とかかな、確か。で、2年生が69。あ、もう60代出てんだ、出てる、出てる。69、70とか。マジで？うん。高2の時、団体戦とか。じゃあ、別に右のポケット破けても、
もう70切れるんだ。そう、だって関東高校ゴルフ選手権。うん。2位だった。マジで707なんで。ポケットに入っちゃって、もうグリップエンドが。うん。ポケット、右ポケット破けてても、2位。1位が市原広大さん。その時。そう。そうなんだね。そう。同じスイングで同じ球打ち続けられれば、アンダーは出る。いろいろごちゃごちゃ変えなければ。そうか。その時なんて、スイング変えようなんて、1ミリも思ったことないから、スイングのどうのじゃないと思ってた。あ、もうボールだけってこと？そう。それこそそんな知識がないから、余計に。あ、そうか、そうか。だから、スイングをいじるとかって、発想にもなかったね。あ、飛んでくボールだけだ。気にしてたの。そこしか言われなかったし、自分も意識してなかったの。どう打ってもよかったんだ。そう。だからめっちゃループしてたんだ。そう、だから、そう。俺、本当に、小学校4年からゴルフを始めて、うん、で、中学1年でプロになろうと思って、うん、もうその辺ぐらいから、うん、スイングを直されたのがジェフが初めてだった。あ、そっから、うん、初めてそこで。うん、なんかそこまでは、本当自由に打ってたから、スイングのことなんか逆に気にしてなかった。へぇ、本当に飛んでく球、うん、人の球と自分の球を比べてどうのっていうことを意識してたけど、あと人のスイングと自分のスイングを比べたことは一切。へぇ、だからそれでも全然アンダーパー出るし、だから前もね、ちょろっと動画で言ったけど、うん、同級生に毎週レッスン行ってる子がいたけど、あ、すごいなって思ってたの。そんな毎回レッスンね、うん、受けて、うん、やっぱりプロになって相当上手くなるんだろうなって思って、ずっと、うんうんうん、でも蓋開けてみたら、うん、それも大事なんだけど、うん、それ以上に大事なものがあったなと思った。そこ、いや、当時からずっと、うん、ボールだけだったんだ。ボールだけだった。今もだけど、うん、それは今思ったけど、うん、そうだなと思った今ね。うん、スイングは意識しちゃいけないんだとかも思ってなかった。そもそもスイングのこと自体を思ってなかった。もう頭にないんだよ、頭にない。そう、頭にスイングがどうのとか、そう、なんか打ちたい球を打とうとしてただけそうだよね。そう、とにかくそこのボールを、うん、あの小さい穴に入れるスポーツだから、うん、どうやって入れるかしか考えてない。そう、そこしか考えてなかった。だからプロがフック打ったり低い球打ったり高い球打ったりを打ちたいなと思ってただけだった、うん、あ、だからもちろん高い球打つんだったらダフるし、うん、シャンク出るし、うんうんうん、でもそんなミスよりも、うん、出た一発を楽しんだ。芝生から打てる練習場だったのね、うんうんうん、その時に、うん、ボールを飛ばすんじゃなくてターフが飛んでいくのが楽しかったプロはさ、みんな打った後にさ、芝生打てるじゃん、うん、あれがやりたくて、うん、芝生から打ってただけだから、ね練習になるからじゃないの。そう、かっこいいからだ。かっこいいから。もうやばいから。プロが芝から打つじゃん。うん。だから、プロと同じことをした。うん。芝生から打ちたい。うん。で、マットで打つ音と芝から打つ音は全然違うし。うんうんうん。芝からだとブシューッと音がする。うん、うん。それとターフが飛んでく。うん。その二つをやりたくて、芝から打ち続けた。うん、すごいんだから、理由が。すごいでしょ。すごい。もう変な話、ターフを取るためのスイングをしてたまさか、そう、筋トレ、筋トレだったんだ。やばいね、うん、上から入んなかったし、全部下から入ってたし、ループ変えて、あ、そっか、ループ変えてるからね。そう、だから上からこうやって折れることはなかったんだけど、で今思い出して、うん、アメリカ行って自分でスイング直されて、うん、そっから自分の飛距離が打てなくなった、うん、っていうか気にしてないことを気にし始めちゃったわけよ、はいはい、飛距離、スイング、うん、方向性、うん、そっからちょっとが気になるようになっちゃった、うん、いい面でもあるし、うん、悪い面もやっぱりいい面と同じぐらい出てきちゃう、スイング気にするとね、うんうん、だから気にし続けなきゃいけなくなっちゃう、はいはい、うん、気にするんだったら最後まで気にしなきゃいけないし、うん、中途半端で終わらせると、うん、中途半端なスイングにやっぱりなっちゃう、うん、まあ、プロ、ね、プロだからね、それをずっとなんつうの、気にし続ける時間も練習量もあったから良かったってことだよね、うんうん、そうだね。だから天の人でやっちゃうと
解決しないまま終わるっていうか。そうなの、そうなの。時間だけが過ぎちゃう感じになっちゃうから、やっぱり気にしても少ない部分だったり、ほんのできることを気にしながらやった方が、ゴルフも楽しみながらできるからと思うけどね。うん、幸いにも、平井少年みたいなこんなループ書く人は今まで見たことないので。ないんだ。ない。あんな人いないから。でも今こんな綺麗なね、スイングになって。大人になったら。そうだね。成長できたのかもしれないけど。うん、でも、まあ、さっきのこの右肘の突っ張りじゃないけど、うんうん、自分のスイングが、やっぱり、どういう動きをして、ミスの動きになってる、うん、いい、ナイスな、いい動きになってるかっていうのを、うん、やっぱり再度確認すること、すごく大事、うん。で、ミスが出てるんだったら、そのミスは何が原因でやっぱり出てるのかを、うん、その、まあ、レッスンだったり、自己解決するのでもいいんだけど、うん、一回解決というか答えを出してからその答えを動きにつなげていくことがすごく大事、うん、なんでそれは練習でですね、本当にやっていただきたいポイントになりますね。それよりも寒いんで皆さん体を壊さないような練習方法、次回ですね、動画でゴルフをラウンドした後夕方練習場に来た時の練習方法っていうのをですね、動画で撮っていけたらと思います。楽しみにしていていただければと思います。今回はですね、シャットに上げた時に右腕がおかしいっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。